おはようございます。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。ただいま、カンボジア首都プノンペンの郵便局の前に来ております。ね、昔の建物を利用してですね、非常に趣のある、ね、建物だと思います。この周辺なんですが、同じような建物が あるんですけども、これ廃墟になっているんですね。これ非常にね、これもったいないと思うんですよね。これね、どうしてね、もっとこう利用していかないのかなというふうに思います。こんな形になってます。はい、このちょっと廃墟となったね、建物をね、見てみたいと思います。はい、少し残念なことなんですけども、ここ有名なイタリアンレストランだったんですけども、どうもクローズになったみたいですね。あ、改装じゃなくてホーレンとなってますから、はい、ここすごいね、高級で、だけどリーズナブルで非常におしゃれでね、いいイタリアンレストランだったのに非常に残念です。久々に来てね、閉まってたんでびっくりしました。この建物も同時期フランス時代の建物だと思いますけども、ね、こんな形で放置しておくのは非常にもったいないと思います、ね、すごい趣あっていい感じなので。キープするの、はいはい、ああそう、もうちょっと写真撮っていこうか、うん、こちらの建物は、フランス時代の、建築物だということです。もう今は完全に廃墟になっているのと、まあ、一部住人が住んでいるみたいな形ですけども、まあ、改修工事の計画が、ね、あるような形です。非常に、ね、もう趣があって、ね、今の時代に、ね、これを同じものを作れというのは、ね、やはり難しいと思いますから、ぜひとも、ね、改修して、町づくりに役立ててもらってですね、またこれが、ね、地域の振興になると思うので、ね、ぜひとも、ね、こういう文化遺産というの
ですかね、残していただきたいと思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。